お世話になっております、マサルです。今回は PKI の仕組みについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずデジタル署名とデジタル証明書について復習します。その後 PKI の仕組みについて学びます。それでは始めていきましょう。まずは復習です。これまでデジタル署名とデジタル証明書について学んできました。デジタル署名はメッセージとともに送ることで、メッセージの改ざん有無とメッセージの作成者を担保することができる特性を持っています。デジタル署名は秘密鍵を作って作るデータなので、デジタル署名を検証するには公開鍵が必要です。その公開鍵の正当性を保証するのがデジタル証明書でしたね。デジタル証明書の中には公開鍵自体の情報と公開鍵の正当性を保証するための情報が含まれています。デジタル証明書を手に入れることで、公開鍵の情報とその公開鍵の正当性、そしてその公開鍵は誰が使っている公開鍵なのか、それらの情報がわかります。ここまでが復習です。そしてここからが今回の話。デジタル証明書の中を見れば、その公開鍵の正当性を確認することができるんですが、このデジタル証明書はそのまま信じても良いのでしょうか。身近な例を挙げます。あなたが警察官だとして、身分証明書の提示を誰かに依頼したときに、その人がスポーツクラブの会員証を提示してきたらどう思いますか。スポーツクラブの会員証じゃなくて運転免許証とかないの、と他の身分証明書の提示を依頼するのではないでしょうか。スポーツクラブの会員証に書いている情報より、運転免許証の情報の方が信頼度が高いようなイメージがありますよね。身分証を発行しているのがスポーツクラブなのか、それとも運転免許証を発行するような公安委員会なのか、そういう違いでその身分証明書の信頼度が異なっているということです。実はデジタル証明書も同じで、そのデジタル証明書を誰が発行したのかによって信頼性が異なります。デジタル証明書は誰が発行したのかがとても大切です。今回の PKI の話は、今話したようなデジタル証明書をどのように信じることができるのかという話になっていきます。それでは今回のテーマ、 PKI について学習していきましょう。 PKI はパブリックキーインフラストラクチャーの略です。公開鍵と秘密鍵の対応関係を保証する仕組みのことを PKI と言います。 PKI というのは仕組みを指す言葉なので、 PKI という技術があるわけではありません。 PKI という仕組みを作ることによって、公開鍵と秘密鍵の対応関係を保証します。 PKI を構成する要素で認証局というものがあります。認証局は公開鍵の信頼性を保証する第三者機関です。流れで見ていきましょう。サーバー管理者は、このサーバーの公開鍵をデジタル証明書を使って公開したいと考えています。ただサーバー管理者が勝手にデジタル証明書を作って公開しても、それは信頼できないデジタル証明書になってしまいます。そこでサーバー管理者は信頼できる第三者機関に公開鍵の信頼性を保証してもらいます。サーバー管理者は秘密鍵と公開鍵の鍵ペアを作ったら、公開鍵と申請情報を認証局に渡します。この公開鍵はこういうサーバーで使う公開鍵で、このような組織が運営します。そのような申請情報を一緒に渡すということですね。認証局ではその申請情報を審査して、問題なければ審査内容に基づいたデジタル証明書を作ります。デジタル証明書をどのように作るのかも簡単にお伝えします。デジタル証明書には署名前証明書と言われる部分があり、認証局はこの署名前証明書の部分を保証します。この署名前証明書の部分を署名アルゴリズムと認証局の秘密鍵を利用して一定の計算を行い、デジタル署名を作ります。そして認証局のデジタル署名の欄に認証局のデジタル署名を格納します。こうすることによって、認証局が署名前証明書の部分を保証したことになります。デジタル証明書ができたらサーバー管理者に送り返します。受け取ったサーバー管理者はデジタル証明書をサーバーに格納します。その後、サーバーに接続してきたクライアントに対してサーバー証明書としてデジタル証明書を送ります。クライアントはこのデジタル証明書を信頼しても良いのか、認証局の情報を確認します。デジタル証明書を作った認証局を信頼できる場合は、クライアントはそのデジタル証明書を信頼して、デジタル証明書の中の公開鍵を利用したりします。ちょっと複雑だったので、ここまでの内容を少し整理しましょう。サーバー管理者はサーバーの公開鍵を公開したいので、
認証局に公開鍵と申請情報を送ってデジタル署名を作ってもらいます。認証局は申請情報を確認して問題なければその申請情報に対して認証局のデジタル署名をつけます。出来上がったデジタル証明書をサーバー管理者に返して、管理者はサーバーにデジタル証明書を格納します。接続してきたクライアントはデジタル証明書を受け取ります。クライアントはこのデジタル証明書を発行したのはどこの認証局なのかを確認します。認証局が信頼できる認証局でデジタル証明書の正当性を確認できた場合は信頼できるデジタル証明書と判断することができます。ここまでの説明を聞いて、このデジタル証明書を発行したのが本当にこの認証局なのか、クライアントは確認しなくてもよいのかと思った方がいるかもしれません。実はそうなんです。クライアントは受け取ったデジタル証明書についている認証局名だけを見て認証局を信じることはできません。本当にここに書いている認証局が発行したデジタル証明書なのか、認証局のデジタル署名を検証する必要があります。この認証局のデジタル署名は認証局の秘密鍵を使って作られているデータなので、デジタル証明書を発行した認証局の公開鍵が必要です。ではどうやってこの認証局の公開鍵を手にするのかという話になりますが、認証局の公開鍵をどのように取得するのかは次回の動画で詳しく説明します。今回は最後に認証局の階層構造についてもお話しします。認証局はルート認証局を頂点とした階層構造になっています。ルート認証局は配下の認証局の公開鍵を保証するデジタル証明書にデジタル署名をすることで信頼関係を作ります。この図ではルート認証局が CA1 と CA2 が利用するデジタル証明書に対してデジタル署名を行います。さらに CA1 配下には CA3 と CA4 という認証局も存在しています。この2つの認証局も同じように CA1 によってデジタル署名がされたデジタル証明書を利用することで信頼関係を結んでいます。今回はサーバー管理者が CA4 によってデジタル証明書を発行してもらったものとします。このデジタル証明書を手にしたクライアントは頂点に存在しているルート CA を信頼できる状態だったとします。その場合、ルート認証局配下で信頼関係を結んでいるこの CA4 も信頼できるということになります。どうして信頼できるのかというところも次回の動画で詳しく説明します。今回の動画では PKI というのは公開鍵と秘密鍵の対応関係を保証する仕組みであるということ、そして PKI を構成する要素としてデジタル証明書を発行する認証局というのが存在すること、認証局は階層構造になっていてそれぞれを信頼関係で結んでいるということ、クライアントは上位の認証局を信頼することができれば下位に存在する認証局も信じることができる仕組みがあるということ、ここまでご理解いただければ今回の動画は OK です。詳しい内容は次回説明させていただきます。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティでは参加者さん同士で交流することもできます。横のつながりを作りたい方におすすめのコミュニティです。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は PKI について勉強しましたね。 PKI を構成する要素として認証局があるんですが、使ったことがないといまいち理解が難しいですよね。もしお時間ある方は一度レッツエンクリプトについて調べてみると理解が進むかもしれません。レッツエンクリプトは無料で使えるオープンな認証局です。とはいえ自分で認証局に申請するってのも少しハードル高い部分がありますよね。そこで YouTube を使ってみましょう。レッツエンクリプトと検索すれば実際にどのようにレッツエンクリプトに申請してデジタル証明書を発行してもらえるのかがわかります。個人的には仲良くさせていただいている突破口 .com のガッキーさんの動画がおすすめです。隙間時間などを使ってぜひ見てみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。